木です。ひろむです。はい。さあやってきました。今日も、おそらくガチャガチャでしょうということで。なんかすごい、いつもなんか透明じゃないけど白とか。多分虫シリーズじゃないと思うんですね。ちょっと2人の距離が遠いから、うん、仲良くなってもらおうかなと思って。仲良くなってもらおうかなと思って黄色に。ちょっと遊んでもらおうかなと思ってそれで。あ、それで。違う、こういうことじゃないね。恥ずかしいあれ、はい、うわっ、あー、なんかちょっとなんかこれ、有名なやつじゃん。ハーっていうゲームと知ってるよ、なんか聞いたことあるよ。これもガチャガチャバージョン。これなんか大きいやつあるよね、なんかね。シチュエーションを声と表情で表現して当ててもらうゲームです。当てた人、当てられた人の、両方に点数が入るので、全力で言って、選びながら。これはじゃじゃん。で、俺がこれ見ればいい。そうですね。で、俺がこれ。これめちゃくちゃ簡単だよ。わかんないですよ。当てられた方がいいとかね。演技力が上手いからね。それます。じゃあ、はい。うっせぇ。反抗期のうっせぇが、うみだりしてうっせぇだと思うんですけど、A が反抗期で、B がうみだりして、正解。さすが。わかりました。じゃあ次、ひろむくん。はい。じゃあ次の問題。ああ。俺が見たから。見たいからね。嘘でしょ。難しいこれ。やだ。いいだったら、いいだったら、うん、失敗を見て、今のさっきのあーあーっつったら失敗っぽくなる。難しい。じゃじゃん。はい。好き。中身も結構気持ち悪いと思われるから、ちょっとグッとくるいたずらっぽく真剣な色っぽい、さりげない気持ち悪い。せーの、じゃん。笑ってます。いきます。危険だな。
たずらっぽく。D。いや、いいよ。D。せーの。めっちゃむずいで、今のウオーは。しかも長なかったしね、長くなかったしね。喜んでもらうぞやったから、突進しながら、突進しながらとウオーって感じだけど、なんかちょっとそれも違うのかな。悲しみと怒りでウオーとかなるのね。ショックを受けてっぽいな。なんかショックを受けたらウオーってなったりする。よろしくお願いします。お楽しみに。